辺野古のですね、今の計画案の埋め立て土砂の量っていうのは10トントラックで525万台いるんですね。525万台ですよ、10トントラックで。これで鳩山さんがですね、辻元さんにこう聞いたらしいんですね。1日1000台のダンプで、あの辺野古って行かれたことありますか、2000名ぐらいの小さな部落なんですけれども、1日、1000台って大変なダンプの量ですよ。1日1000台のダンプでですね、10トントラックでね、10トンダンプで海を埋め立てたら何年かかるやろうと鳩山さんが質問したらしいですね。何年かかると思います？525万台というですね、1日1000台ですよ。15年かかるんですよ。いやいや、実際そんなことしませんよ。15年もかかって埋めるんじゃないから、埋めるのは1年で埋めるんですから、それだけの土砂の量だということなんです。で、その2100万立米っていうんですけれども、そのうちのですね、1700万立米は沖縄の海砂を取るという計画だったんですね。で、この海砂の量っていうのは、1700万立米の海砂の量というのもですね、どれぐらいの量かといいますと、深さ1メーターでですね、幅100メーターね、これをですね、170キロ取るという量なんですよ。沖縄本島のですね、海岸線の3分の1。これも大変な環境破壊なんですね。で、これ水産省に国会で質問した時に、この海砂っての採集って一体どうなんだということを質問しますとですね、これは水産資源のに重大な影響を与えると。要するに魚がですね、海砂の中に卵を産むらしいんですね。ですから各県はですね、特に瀬戸内とか九州で海砂を取るんですけれども、年間何本まで取れるかっていうのは制限みんな持ってるんですよ。だから一番少ないところは熊本県なんかはですね、1年間に20万立米しか取らせないんですね、1年間に。で、沖縄はどうなんですか、1700万立米何年かかるんですか。例えば沖縄はだいたい100万立米なんですね、1年間の採集がですね。今度は17年かかるんですね、1700万立米。で、そんなことはね、もう現実性のない話であると同時に、大変な環境破壊だということをですね、ぜひご理解をいただきたいんです。ちょっと時間が長くなってしまいましたけれども、最後はやはりこの抑止力ですね。鳩山さんはですね、なんか学べば学ぶほど抑止力がね必要だ。私はね、全然逆ですよ。もう学べば学ぶほどですね、海兵隊は抑止力に関係ないいうことが分かってくるんです。なんでか言うと、海兵隊というのは侵略の軍隊、敵前上陸作戦の軍隊ね、殴り込みの軍隊なわけですね。ほんで、普天間基地にですね、主力基地をいるわけじゃないんです。年の半分しかいないんですよ。で、あとはどこに行ってるかというと、フィリピン行ったり韓国行ったり、東アジア南アジアでですね、訓練して回ってるわけです。で、日本の防衛だけ考えてるわけじゃないわけですね。そういう東アジア南アジア全域、最近ではですね、オーストラリアで砂漠の訓練やったり、あるいはモンゴルまで行ってですね、アフガン戦争を睨んで、ああいう高地でのですね、訓練もやったりしてるらしいんですね。抑止力っていうのはそこにおるから抑止効果を発揮するわけであってね、いつも留守やったらですね何の一個も抑止効果にもならないわけですね。それから人数の問題もあります。1万8000名の海兵隊をですね、8000名ガムに移転させるっちゅうんでしょ。沖縄の海兵隊をですね、8000名移すと、一体何人残るかいうのがさっぱりわからないんです。で、外務省はですね、1万人残りますって言うんですね。だけど実際今沖縄の海兵隊というのは1万2400名しかいません。もうずっともう 4,5 年そうです。1万2400名、ほんなら8000引いたら4400名でしょ。違うんで、1万人というんですよ、外務省は。残るのはこれもね、本当にもう おかしな話。それからこの前アンダーセンでですね、一体何機のヘリコプターが
普天間基地に残るんですかって米軍の説明者に聞いたんですね。私ほんだらその司令官がですね、普天間に残るヘリコプターは12機から24機ですっていうわけですよ。今だいたい約60機ぐらいおるっちゅうんでしょ。ほんでその60機のうちの半分を徳之島、半分を沖縄県内に行って北澤さんが言うわけです。とか実際そうじゃないんです。普天間の航空隊の1856名はですね、ガムに移るっていうふうにこう米軍は関係アセスで言ってるわけですね。ですから普天間基地の部隊がそのまま日本に残るわけじゃないんです。そこの主力はガムに移って、で残った部隊が一部残るというだけの話なんですね。でこの前テレビで石破さんとの議論の中でですね、抑止力も関係ないじゃないですかって言うたらえらい怒り出してね。で人はそのアメリカの市民の救出作戦にも役に立つんだというわけですよ、ね、海兵隊が。それなら救出隊じゃないですかと、それを抑止力と言うんですかと突っ込みたかったんだけど、ちょっと外されてしまってですね、ちょっとそれ言えなかったんですけれども、だからアメリカの市民を、まあ、韓国に3万人いるらしいですね。アメリカ市民がですね、この軍人じゃないですよ、一般市民が。で何かの紛争があった時にそれを救出するために海兵隊が出ると、それならそうと説明をしてもらわないといけない。それをですね、もう何でもかんでも抑止力抑止力と言うんじゃですね、やっぱり話は説明責任を果たしているとは言えないというふうに思うんですね。で最近はあれでしょ、北の崩壊の時の核の除去のためにおるということがね、この前朝日の毎日の一面トップで報道されてました。これは海兵隊のアメリカの太平洋軍の司令官がアメリカ大使館に防衛省の官僚たちを集めた議論の中でそれを言ったんですね。ですからもう朝鮮半島、まあ、今いろいろ問題を起こってますけれども、アメリカとしてはもう本格的な軍事衝突っていうのはもう想定してなくてですね、まあ、そういうその体制崩壊の時のやっぱり核の処理だとか米軍の救出だとか、やっぱり米軍の役割っていうのも大きく変わってきてるというふうにやっぱり見ていく必要があるんじゃないかなというふうに今思ってるわけです。まあ、そんなことでちょっとすみません、もう時間もかなり経過しておりますので、そういうことをですね、まあ、この安保改定50年という一つの区切りの年でもありますし、それから8月にはまた日韓併合100年ということでですね、この日本と朝鮮半島との歴史をやっぱどう見直していくかというですね、そういう節目の年でもありますので、まあ、この際ぜひですね、まあ、せっかく、まあ、鳩山さんに功績があったとすればですね、普天間問題をこんだけ大きな問題にして、我々が日米安保をですね、あるいは海兵隊の抑止力を考える絶好の機会をですね、提供してもらったという意味においては評価ができるのかなと、まあ、それ以外ではもう全く評価ができませんけれども、まあ、せっかくのそういうチャンスでもありますので、大いに今後議論をですね、していきたいと思います。そして私たちはもういずれにしても辺野古にですね、新基地建設がされるということに対してはもう断固として反対して、頑張ってまいりますので、まあ、その点でですね、ぜひ国会とこういう大衆市民の皆さんとの運動をですね、ぜひ連携しながら今後展開をしていけたらいいなというふうにいうことを、まあ、最後に申し上げまして、講演とさせていただきます。どうもありがとうございました。